5世代目となった Galaxy Z Fold。 いよいよ折りたたんだ時の隙間がほとんどなくなり、軽くなり、取り回しが楽になりました。はい、ズキです。いよいよ Galaxy の2023年新たな折りたたみスマホがグローバル発売されました。国内でも8月22日に発表があるとアナウンスされていますが、今回は一足お先に横開きの Z Fold 5からチェックしていきたいと思います。大きな変化はないとされる Z Fold 5ですが、まずグローバルでの価格をチェックすると、私の方では今回も海外スマホといえばこちら、マメコモバイルさんで購入させていただきました。私が今回購入したのはシンガポール版ストレージ 512GB モデルで、現在の端末価格は29万4800円になっています。為替相場によっても価格は変動しますので、気になる方は動画説明欄リンクよりマメコモバイルさんに LINE にてご確認ください。なお、買取再販のイオシスさんでは香港版の新品がストレージ容量別に25万9800円から販売されています。こちらも動画説明欄リンクより公式ホームページをチェックしてみてください。国内モデルの価格がどの程度になるのか気になるところですが、時期をチェックしていきます。ピリ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 、よっ、未開封です。では、 Galaxy Z Fold 5開封。来ました。開いた状態で同梱されていて、本体の下には何もなくて、上蓋に説明書関係と SIM ピン、そして USB Type-C to Type-C ケーブルが同梱されています。搬送用のフィルムを外して、よいしょ、はい、出てきました。この時点で折り目はほとんど分かりません。購入したカラーはブルーになります。現行モデル絶賛愛用中のZ Fold 4と比較するとこのような違いとなります。側面ボタン類をチェックすると、指紋センサー兼用電源ボタンにボリュームキー、このあたりの配置に違いはありません。上部にマイク穴とスピーカー、左側面上部に SIM スロット、 SIM トレイを取り出してみます。シンガポール版はナノ SIM 2枚のデュアルトレイになっていました。マイクロ SD カードトレイはありません。下部にスピーカーとマイク穴、 USB Type-C ポートです。スピーカーの穴の形状がちょっと違っていますが、このあたりも大きな変更はありません。ディスプレイが干渉しないよう小さな突起があります。では、あら、クイズ。はい、来ました。まずは言語設定、日本語を選択し開始、コピーはせずに進みます。 Google サービスの確認、端末の保護、顔認証、指紋認証、ピン、パスワード、パターンです。指紋の登録は割としっかりしている印象です。端末を使用する上での注意事項、準備完了。はい、来ました。ディスプレイ起動は現在 20% ぐらいでしょうか。最大にすると、はい、かなり明るく鮮やかになります。ストレージはデフォルトで 512GB 中 59.06GB 使用中、 11% 使用中と結構使われています。うちシステムがほとんど使っています。プリインストールアプリについてはそれほど余計なアプリは入っていない印象です。ナビゲーションについてはボタンの位置の変更が可能です。ジェスチャー操作では下から3つのスワイプ操作のほか、ジェスチャーのヒントを消すこともできます。リフレッシュレート設定については標準もしくは最適化の2パターンとなっています。これは閉じた状態でも同様となります。ホーム画面設定ではカバー画面との共有設定、ホーム画面のレイアウト設定、そしてグリッドは5つから選択可能です。アプリ画面グリッドは 6×6 にも対応しています。フォルダグリッドについては2パターン、その他ディスプレイの便利な機能もこれまで同様利用できます。指紋認証については初期状態では押し込んで
認証するタイプですので、設定で画面がオフの時に指紋認証をオンに設定して使いたいと思います。せーの、せーの。そして Z フォールド5最大の特徴ともいえる、折りたたんだ時隙間なく閉まるヒンジをチェックします。先ほど見たように干渉しないよう少し隙間が空いていますが、ぴっちりフラットに閉まっています。 Z フォールド4と比較するとこのような違いとなります。人によっては小さな変化かもしれませんが、個人的には大きな進歩に感じます。背面もかなりスリムになりました。ピクセルフォールドと比べるとこのような違いとなります。今一度ヒンジ部分を確認すると、はい、やはり Z フォールド4よりかなりスタイリッシュにすっきりとしている印象です。以前こちらの発表会動画で Z フォールド4と5のサイズの違いを比較しました。改めてピクセルフォールドと3端末の比較をすると、アスペクト比の違いもありますが、Z フォールド5がかなりコンパクトになっているのがわかります。薄さという点ではピクセルフォールドに軍配が上がるものの、 Z フォールド5はピクセルフォールド比で本体重量が 30g 軽く、 Z フォールド4と比較しても 10g 軽くなっているので、持った時本当に軽く感じます。基本性能について、 Z フォールド5はチップセットにスナップドラゴン 8Gen2-4 ギャラクシーを搭載していますが、これは最新のゲーミングスマートフォンが搭載するスナップドラゴン 8Gen2 リーディングバージョン同様の性能になっているようです。それではアンティスベンチマークで基本性能の違いを計測比較してみます。はい、結果が出ました。トータルスコアおおよそ100万対122万8千ということで、 Z フォールド5全モデルより 20% 以上性能がアップしているということになります。各項目で性能が向上しています。温度上昇については、性能がアップした分やや Z フォールド5の方が温度が高くなっています。バッテリーの持ちについては、リフレッシュレート最適化設定で PC マークを使って計測したところ、どちらもおおよそ6時間40分とタブレットとしてはまあまあからちょっと悪いスコアだと思います。なお Z フォールド4リフレッシュレートを標準に設定した場合、1時間ほどバッテリー持ちが伸びましたので、 Z フォールド5もリフレッシュレートを標準に設定すれば7時間30分ほどのスコアになると思います。そして折りたたんでいる時に気づいたんですが、より広げても Z フォールド4より Z フォールド5の方が安定感が出ていました。カメラについてはセンサーを含めて全く変更はないようです。それでは簡単ですが取り比べしてきましたのでご覧ください。どうぞ。Galaxy Z Fold 5 Z Fold 4 1080p60fps スタート。1080p30fps であれば撮影中に広角モードに切り替えられます。 4K60fps
はい、ということでいよいよ第5世代となった折りたたみスマホ Galaxy Z Fold 5をチェックしました。発表会直後に絶賛の声が多かった折りたたんだ時のフラット感、隙間の少なさ、そして軽くなって取り回しが良くなったという点は確かに感じます。ただ全体的にはそれほど大きな進化は感じられず、これまで以上にマイナーアップデート、悪く言えば止まりという印象を強く持ちました。個人的には S ペンをよく使うので外側ディスプレイ、カバーディスプレイでも対応してほしいところです。国内発売されればおそらく現行モデル Z フォールド4がお安くなると思いますので、このタブレットタイプの折りたたみスマホを試したいけど価格的にも二の足を踏んでいるという方にはそちらをお勧めしたいと思います。 Twitter などでも情報発信していますのでよろしければチェックしてみてください。ということで次回はその S ペンが収納できるZ フォールド5用のケース、専用ケースなどもチェックしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。